中央合同庁舎第五号館は東京都千代田区霞が関一丁目にある日本の中央省庁の合同庁舎。本館には厚生労働省、環境省、別館には人事院が入居している。霞が関中央館庁地区で初めての超高層庁舎である。都道301号を挟んで日比谷公園に面する。旧海軍省の建物等を利用していた。 厚生省の協会会省と大手町にあった労働省と麻布台にあった国土庁の霞ヶ関への集約さらに暫定的に中央合同庁舎第四号館に仮入居していた環境庁を集約することを目的として1973年に計画され予算化されたがオイルショックによる建設費給等のために予算が 他の庁舎の建設に回され、一旦建設が中止された。その後、1978年に再開され、1983年に、竣工した。労働省及び国土庁の第5号館への入居によって、中央館長の霞ヶ関への集積がむね、完了した。国土庁は、防災行政を所管し、災害時には、国土庁に、 内閣総理大臣を本部長とする災害対策本部が設置されることとなっていたため、第五号館には高度な耐震性が求められた。また、厚生省が入居することから新商社、対策モデル庁舎、環境庁が入居することから省エネモデル庁舎として設計された。また、公共を見下ろさないように、 軒部の高さは100メートル以内に抑えられているものの、第5号館は、観光庁発の超高層庁舎となった。内部の構造は、天井は低く、複数の省庁が入っていることから、広さの割に、職員数は多く、一人当たりのスペースは、広くない。加えて入居する、環境省が冷房の使用を7月以降としているため、5月から6月の、晴天時には、 内部が非常に熱くなる。東京家庭裁判所長者として1966年に竣工した。現在は人事院が入居している。ありがとうございます。